こんにちは、にじこです。やっぱり我慢できませんでした。もう話さずにはいられません。だって来たじゃないですか、夏の第1弾ニューグッズ販売のお知らせね。え、 YouTube コミュニティ、それから藤井風アプリ、そして、ツイッタースタッフのツイッターにね、うん、いやもうこれはちょっともう話したいもうすいません、我慢できませんでした。いやちょっともう嬉しい。なんか私グッズの紹介したじゃないですか、ちょっと前に。まあそろそろかなってなんとなくそんな気はしてたんですけどもね、うん、なんかコメントでも皆さん何ですかこのタイムリーなとか、え、予言とかいろいろコメントいただきましたけど、いや私もびっくりしました、うん、で私が密かにびっくりしたのはあれなんですよ。実はキャップがあったらいいなって思ってたんですよ。いや本当にそんなの、まあ、嘘だろって言われたらまあそれまでなんですけど、本当にね思ってたんですよ。そしたらキャップがあったから、いやーってびっくりして、いやーって言っちゃいました本当にねえ、もう嬉しい嬉しいっていうか絶対手に入れたいです。うん、いやもうだからもうね、グッズどんなのだろうと思ってね、見たらまあ見事に全部リニューアルね、見事に本当なんか全部新しくなってましたね。でわーってウキウキしてたら、もうちょっとモデルがちょっともうこっちに目がいっちゃって、商品に目がいかないモデル良すぎるでしょ。ちょっともう風さん、もう何ですかこれ。もう前回もね、風さんがモデルでこう T シャツとか着てたんですけどね、もうね、もうそれもその時もね、もういやちょっと素敵すぎるわと思ったんだけど、また今回またちょっとさらに、なんかワンランクステージが上がったようなモデルっぷりでちょっと思ったんですけど、絶対業界の人も見てるじゃないですか、いろんな。でこの風さん見てほっとくわけないですよね。もうそりゃ来ますよね、オファーがね。でいきなりすごいハイブランドとかね、モデルやっちゃったりしてとかとか、またあ、また私の妄想の世界がちょっとそれ置いといて、まあでもね、そんな風に思わせる風さんでしたよね。でちょっとそれは置いといて、置いとけないんですけど、商品をねまた改めてちゃんと見てみたところですよ、このリニューアルされた商品ね、全部今までの、まあ、デザインもそうなんですけど、丸井モッティ元子さんという方がデザイナーとしてデザインをされてるみたいですよね、うん、でこの方風さんのインスタで去年の11月に青春病のジャケット撮影の時の様子かな、なんか上げててポストしてて、そこでなんかお腹の大きい女性にパワーってやってるのがあったじゃないですか。あるんですよ、ちょっと知らない方見てみてください。で あの時のお腹の大きい方じゃないかなって思うんですけどね、もうお生まれになったでしょうね、うん、なかなか今回のデザインも素晴らしいですよ。髪の目 T シャツってまた名前がこの名前もこのモッティさんなんでしょうかね。ちょっと一見やばそうな商品名ですが、安心してくださいってコバさん、これコバさんがコメント書いてて、もうこのコバさんのコメントがいつもまたねすごくいいんですよ本当にね。一見やばそうな商品名確かに、まあでもね、確かになんかんどっかで見たようなみたいなって思う方もいたんじゃないですか。まあ私もちょっとよぎったんですけど、なんか
みんながこれを着て風さんのライブに行ってるとかって想像したらすごいなと思ってなんかやってみたいなそれって思っちゃった。うん、そうで、これがね、変サークルティーと同じボディの着やすいビッグシルエットって書いてあるので、変サークルティー、私はね M サイズ持ってるんですけど、ちょうどいい着心地なんですよ。普段は私は S なんですけども、これね M でちょっとダボっとしていい感じだなと思って着てるんですね。うん、この間のそのグッズ紹介の時に着てた変 T シャツも M なんですけど、ちょっと あっちの方がダボっとしてるかな。うん、でもM でいい感じかなってなんか思ってます。で、変な人 T シャツ、変な人っていうまたね、HHN の変と返事の変をかけてるわけですよね。うん、変な人がどんな状況でも良い方向に変える、チェンジトゥポジティブというパワーを授けてくれる。もう素晴らしいですね。もう最高じゃないですか。どんな状況でも良い方向に変えるね、無敵ですね。これも欲しいな。これもね、サイズは紙のメティと同じビッグシルエットですね。うん、背中に変って書いてあるね。うん、で God bless us っていうね、よく風さんが言う God bless us T シャツ、これは前後に刺繍が入ってるというね。あ、前後じゃないか、あ、そう、前後にね、うん、刺繍すごいですね。で S と M はくすみ系ブルーで、 L と XL は爽やかなブルーね。え、どっちも欲しい。うん、これもビッグシルエットでね。でキャップですよ。コーデュロイキャップ、これからの夏にコーデュロイってところがまたいいですねね、それで前面にね、助けつね絆しってね、刺繍が入ってて、うん、これも欲しいな。うん、でね、渋いですよね、刺繍で漢字4文字ってね、逆におしゃれみたいなね。でハンドタオルもね、ジャガードタオルなんですね。私も普段ジャガードタオル持ってるんで、すごい使いやすいんですよね。うん、このはっきりした色合いがいいですね。うん、これも欲しいな、うん、みんな欲しいんですけど。そして意表をついた魔法瓶ね、これヘンレコーズってね、プリントがされてて、ピクニック映え、キャンプ映え、日常使い映えってどこでも映えるといういや、でも本当そうですよね。これね、家で風さんのブルーレイを見ながらね、アイスコーヒーでも入れて置いておけば飲みながら見れちゃうなんてね、うん、いいですよね。うん、結局ね、どれもこれもいいんですよね。でおまけにつくのが、今までの布バッグではなくて、絶妙にレトロなカラーリングのキャップ付き歯ブラシ、ヘンレコ歯ブラシっていいですね、これね。色はねお任せみたいですけどね。うん、これなんか旅先に持っていきたい感じね。で毎度なんですけど、商品に必ず風さん本人のコメントがついてるんですよね。これがまたいいんですよ。まあこれは見てのお楽しみということでね。いやー欲しいですね、もう全部欲しい、このリニューアルされたものね。で6月29日の10時から、もうドキドキですね。これね本当にね、その前からスタンバっててちょうどにポンってやっても繋がらないってことが起きたんですよ前回。うん、でも諦めずに時間を置いてまたやるとつながったりってこともあるので、まあ諦めないってことも大事ですね。うん、今回ねちょっと怖いですね。前回でもそれだったんで、今回どれだけまたファンが増えてるんでしょう。恐ろしいことになってますよね。きっとたくさん用意はされてると思うんですけど、でも毎回ね
たくさん用意してるのにそれを上回る注文があるみたいなんですよ。だから買えなくて残念って人がいるわけなんですけど、いやーどうなんでしょうね。期待はしますけども、でもやっぱりね、準備は怠らずという感じですね。パソコンの方がつながりやすいみたいです、もしお持ちの方。もうでもそれでもなかなか大変だったので、もう命がけでそして諦めない心です。諦めなければなんとかなるですね。ちょっともう今からもう気がそぞろですけども、皆さん欲しいものぜひ手に入れましょうね。はい、ということで今日も喋っちゃいました。ありがとうございました。ではまた。